ねえ、好きな人から後で話があるんだけどいいって連絡が来たんだけど、何だと思う？助けて。好きな人から、好きな人からやばっ。なんかその好きな人からってやばくない？なんかもしその好きな人からってこと、なんか最近いい感じってなるんだったら告白じゃない？てか私の配信見てよ。好きな人から、好きな人、好きな人を優先するんだ。私の配信があるのに好きな人を優先するんだ。そうなんだ。嘘、告白じゃないね。やば、ドキドキ。胸ヒットしちゃった。こんばんは、ハロー皆さん。星だけなくなったんだ。特にハートありがとう。草刈りきさんもキノコありがとう。ロコポコも結婚して。じゃあずっと見てくれてたら。ありがとう。ナミーさんもハートありがとう。ちょっとまだ若干鼻声なんですけど気にしないでください。もうめっちゃ元気なので、たまに。なんか痰がね絡むんですよ。ひよ兄さん魔法の瓶ありがとう。まさぴょんもキノコありがとう。キノコ。としきもキノコありがとう。おほおほ、たっくんもキノコありがとう。フラペチーノもハートありがとう。こんばんは皆さん。え、元気だった？みんな元気だった？みんな元気でしたか？逆に。みんな元気でしたか？なんかね、本当にね、もうね、もう1週間ぐらい話してなかった。まず配信もうそんなしてなかったっていうのもあるし、元気になりました、元気になりました。でもそっからなんか、そう、なんかお休みしてて、体調不良で。そう、なんかね、元の話をすると、まあ終わったからいいんですけど、終わったからいいですけど、東京公演あったじゃないですか、ツアーの、ツアーの東京公演の前日に私38度熱が出たんですよ。じゃあ38度熱が出て、リハの日に、その公演、その東京公演の前の前日に38度熱が出て、でもうちょっとリハもできないってなったので、それでなんか病院に行こうって言って、病院に行って検査したんですけど陰性だったの。だけど結局そのリハもできなくて、でもうやばいってなったんですけど、その日の当日に朝熱測ったら37度9分で、でももうこれ出なきゃみんなに迷惑かかると思って出たんですよ、熱度は。そしたら公演が終わって、でそしたらなんかもう匂いとかもなくなってきて、でなんかやばいってなったんですよ。でも公演終わったし、もう一回ちょっと病院行こうと思って、そう、病院行って検査してもまだ陰性だったんですよ。でなんか病院の先生もこれはおかしいぞみたいな、でなんか熱が続いたんですよ、もうずっとずっと38度の熱が続いてて、もうおかしいおかしいってなって、喉もガラ、聞きました、私インスタのストーリー、インスタのストーリー、あれ喉ガラガラだったでしょ、もうね、あれやばかったんだよ、もうずっともううーみたいな、わかる、みんな笑ってたけど、やばくて咳もやばくて、私もうゲロ吐いたんです夜中に、それぐらいしんどかったの。でもう夜中にそっ、もう上からもうちょっと出ちゃって咳が止まって、もう私これ死ぬわと思ったんですよ。でも陰性じゃん、もう何と思って、もうちょっと病院の先生に助けを求めたんです。そしたらなんか RS ウイルスみたいな、初めて聞いて、なんかもうなんかそう、血液検査とかもしたし、なんか、まあ、分かる、なんて体の写真撮るやつ、肺の写真を撮ってもらったりとか、あ、点滴とかも打ったんですよ。もうやばかったの、マジで死にかけて。でもうなんか
あのなんていうの、粉薬とかするんじゃなくて、なんかもう吸引器みたいな薬とかもらって、もうやばかったの本当に。ガチで笑えなくて、そうレントゲンみたいな、なんかレントゲンみたいな、なんか撮るみたいなで、やばくない？そう CT か、なんかそう撮るって言って、もうマジきつかったので、なんか RSV ですかもしれないって言われて、なんそれみたいな。で初めて聞いたんですよ。で調べたら、なんか子供が赤ちゃんがかかるやつみたいな、そんなん知らないよと思って。あく、で大人はそんなひどくならないらしいんですけど、もうきつすぎて、私もコロナと同じぐらいきつくて、もうちょっとノーってなりました。だからもう本当にめっちゃきつかったんですけど、なんとか元気になりました。もう未だになんかなんか余韻はあるけどなんか本当やばかったの。でもマジで気をつけてほしい。なんかそう、そうなんか赤ちゃんがなるらしい赤ちゃんがなる病気らしいんですけど、もうやばかったんですよマジで園児かもね園児かな。そう本当きつくて、もう本当にね笑えなかった。でもなんかここ最近体調不良が続きすぎて、なんかもう本当に呪われてんじゃないかなって思ったんですよ。私呪われてんのかなと思っちゃった普通にしよかった、え嬉しいです。復活してよかった、ほんとね、マジ死ぬかと思った。なんかマジでほんとにもうさすがにやばいと思って、だからもう気をつけてください。でマネージャーさんに久々に会ったんですよ。そしたら元気になりますかって言ったけど、なんか RSV さんが初めて聞きましたみたいに言われて、私も初めて聞きましたとか思いながら森塩増やす、え森塩増やさないかも。森塩はね増やしません。増やしたらなんかもう増やせないかな。そうですよそういえば皆さん、オンラインお話し会と直接会えるお話し会、ツーショット会の受付が始まりました。もうなんかそう、もう死んでたから告知できてなくて、 SNS もそうあの封印してたからできなかったんですけど、もう第4次受付が今日の18時から始まりまして、ここから私のX に飛べると思うんですけど、ここ押してもらって、そしたら載ってるのぜひ見てください。え私も通称とかずっとやりたいって言っててさ、できてめっちゃ嬉しいんです、念願。え通称高いってことはパーテーションはあるけど、こうやって一緒に写真が撮れるってことでしょ。やばくない？えずっと念願、もうずっとしてくて私通称。え通称さ本当にさ、あの皆さん待ってます。通称もオンライン話し会も個別の話し会も待ってます。えもう通称嬉しかった、マジで嬉しい。個人的に通称嬉しすぎて、通称めっちゃ嬉しい。押し込んだ、え嬉しい。どこが一番多いのかな、どこが一番多いのかな。通称待ってます。えもう全部おすすめなんだよね個人的に。でも通称ね完売したいな、みんなといっぱい写真撮りたい。かきひこハートありがとう、ハートありがとう。ビニールあるらしい、ビニールあるらしいよ、知らんけど、なんか書いてあったくない説明にビニール、えなんかスペイブがなんかあの私通称やったことなかったんですけど、1回だけ通称やったことあって、スペイブかなんかの通称やったんですけど、もしそれを参考にするなら、あのビニールあるけどほぼないのと一緒なんです。もう距離近すぎてこんな感じ、もうやばいの。だからみんなの毛穴から何から全部見えちゃうでぐらいもうやばい。もうめっちゃ話せるの、めっちゃ話せるし、あのマジで通称話せるし、マジで距離近いし、あの最強コンテンツだと思うので、通称はあのぜひ待ってます、楽しみにしててほしい。個人的にマジで好きコンテンツなので、通称近かった、えほぼないんですよ、
パーテンションあるけどほぼないのと一緒。ナミーさん、ナミーお金ありがとう。コマン安部さんハートありがとう。リウエモンさん私漢字読めないんだよね。ありがとうございます、嬉しい。だるまありがとう。幕張どこ、そうみんなどこ来れる、どこ来れるってなんか言い方ちょっとあれですけど、どこ来てくださりますか。博多、博多やばいよね、初めて博多。あのイベントの博多はやばい大阪、なんか大阪はメイド服着ちゃうよ大阪メイド服着ちゃうよ。なんか通所は嬉しいんですよ本当に通所がめっちゃ嬉しいのマジで。そう、なんか通所もあるし個別お話し会もあるし、で今回もオンラインお話し会があって、あのなんて言うんだろう、日程が合わないとか、あの遠征できないよっていう方とかは、方とかもオンラインお話し会おすすめです。オンライン大好きコンテンツなのでオンラインも、まあ、全部、まあ、全部好きなんですけどね、ファンの方と話せるコンテンツは、お話し会自体が好きコンテンツだからあれなんですけど、待ってますよ。軽率でもいいよ。でも内海りねはあのもうあのいつも応援してくださる方とかももちろん多いんですけど、軽率コンテンツとして選ばれやすいのでぜひ待ってます。あの他のファンの方、他の推しメンがいるよっていう方とかもぜひ内海りねの通所軽率として遊びに来てください。警察通所でもいいよ。マジで私結構警察多い、なんか友達出てきたっていう方結構多い気がする。リップ消えたんだけど、まあいいか。警察コンテンツそう、警察コンテンツなの私は。警察できたよっていう方が結構多い。会えばいいんだやだ、通所取ってもいて必須公文みたいな言い方したけど、死んじゃえばいいんだ、そうなんだ必須公文みたいな話し方してしまったけどね。えリップ消えた、リップ消えたよ、私のリップどこ、グロスがなくなった。警察か、警察コンテンツさ、なんか自分でやったのに、なんか自分のつま自分でやったのに自分のつまやった。初見さん、ビーン太郎さんハートありがとう。切れる、ありがとう。あつしだるまありがとう、だるまありがとう。警察いやじわじわ来てる、自分で言ったのに自分でじわじわ来てる。待ってますよ皆さん。今って10枚目シングルでしたっけ。今って10枚目シングルですよね。てかもう本当にはちょ、もうちょうどさ、いろいろ発表があったじゃない、いろいろ発表があった時期に私はもうあの体調不良で絶賛死んでたから、そう何もちょっと話すことができなかったんですけど、ちょっと皆さんちょっともう本当にもう皆さん本当にごめんなさい、今回もあの選抜に入ることができなかったんですよ、本当すみませんっていうお話をしとかないといけないんです、ごめんなさいね本当にちょっとさ、あのちょっと本当にあの気持ち表明、気持ち表明っていうか、あの話そうとしてて、でもそしたらあの本当にあのそう
SNS も静かにしといてくださいって言われたんですよ、マネージャーさんから。だからそのメールも送れなくて、でなんかメールでちょっとあの話したかったんですけど、あの SNS もちょっと静かにしといてくださいっていうことになってて、そなかなか言えなかったんですよ。っていうお話でした。終わり。早っ。ゆましまレモンさん、ハートありがとう。ありがとう。はや。で、あの、あやぱんの生誕祭の手紙をあの書いたと思うんですよ。任せられたと思うんですよ。本当は出るはずだったのに、あれも休演しちゃって本当すみません。なんかそれで、あのその手紙はあのお休みする前に提出してたので、あのそう提出できたんですけど、さやぱんの手紙をね書いたんですけど、書いたんですけど、あやぱんの手紙をよ、皆さん聞いてくださりました、あやぱんの手紙。 DMM のあの、まあ、アーカイブとかにも載ってると思うんですけど、初めて見に来た山助さん、初見さんありがとう、こんばんは。え、面白かった？急に残念、そうピアノと、でも手紙で参加しました、魂を送った。その日もね、朝ね、あやぱんにね、あの本当いけないな、申し訳ないけど、あの本当に頑張ってねっていう LINE だけ送っといた。聞いてくれました？面白かった？え、嬉しい。なんかあれあれ、あのあやこじが読んでくれた時にはあれ2枚分だけだったんですけど、実はあの手紙7枚分ぐらいあって、もうねマネージャーさんがねやばかった。これ聞いてほしい。なんか鈴木さんの生誕祭、じゃあちょっとどんなことがあったか、もう生誕祭までにどんなことがあったか教えてあげます、あの手紙について。なんかあのある日突然鈴木さんの生誕祭の鈴木さんの生誕祭の手紙が来たん、任せられたので、内海さんが考えておいてくださいっていう連絡が来たの、連絡が来たので、やばーみたいな、私はもうみたいな、やばすぎチャンネルみたいな、ドキドキチャンネルみたいな感じになって、結構ヤバミさん竹雄じゃないみたいな、ヤバミさん竹雄じゃんとかって思ってさ、もうさ、え、私でいいのかなみたいな感じで思ったんです。まあでもさすがに聞いてほしい。しかも私その日普通に外出て歩いてて、なんか生誕祭の手紙とかって、なんか今度あやぱんの生誕祭あるけど手紙誰なんだろうと思ってたの、歩きながら。で家に帰ってマネージャーさんから連絡来たと思ったら、鈴木さんの生誕祭の手紙を任せられたので内海さん書いてくださいって言われたの。タイムリーすぎてびっくりしてさ、みたいな、もうドキドキちゃうなるよ。胸ヒットで、それでやばいと思って、愛それでやばいと思って、でも私でいいのかなとかって思ったので、手紙書こうと思ったんだけど、なんかもうこれダメだ、ギリギリなんか考えられないと思って、ギリギリに考えようと思って、よしギリギリに考えようと思って、9月に入ってから考えようと思って、9月に入って考えて、で、すごいですよ月能力で。それで9月に入って手紙を書いたんです、深夜で書いて、書いたから提出しようと思って提出したの、マネージャーさんに。でその時はマネージャーさんは、あ、ありがとうございますみたいな感じで引き受けてくれたんだけど、あのある日突然急になんか宇津美さんって連絡来て、マネージャーさんから、で、え、何みたいな。そしたら、あの長すぎるのであまりにも、もっとコンパクトにできませんかって言われて、一応今7枚分あると思うんですけど、
2、3枚分ぐらいまでに収めたくってって言われて、みたいなで、お手本の手紙が届いたの。他の人の生誕祭の手紙はこういう感じの文章、こういう感じの文章っていうか、こういう感じの短さだから、この短さを参考にしてくださいっていう参考の URL が届いて、で一応読んでみないですか。そしたら、いや短いって思っちゃったの。私は他の人の手紙のやつ読んだら短くて、はあ、こんな短い収めれるわけないだろとかって思いながら、もうどうしようと思ったの。7枚からさ、2、3枚に収めろって結構むずい話じゃん、どう考えても。でさ、もうどうしようと思ったわけ。でもとりあえず収めたので、マネージャーさんに提出するじゃないですか。すみません、訂正し直しました、よろしくお願いしますって言って送ったの。そしたら、あの、うつみさん、まだちょっと長いんで、もうちょっと短くできませんかって言われたんですよ。で、みたいな、あ、やっぱ勘は当たり前だと思ってさ、あ、また来る、また来るって思ってたよと思って、で、もうちょっと削れるところを削って、あの、提出しようと思って削ったんですよ。で、提出したの、もう一回で、これ2回目じゃん、提出2回目し直して。そしたら、あの、内海さん、あとあの3行ぐらい取ったらちょうど2枚分ぐらいに収まるんで削れませんかって言われたの。3回目来たーって思ってさ、3回目でさ、また削れって言われてさ、3回目削ったんですよ。で、もうめっちゃ短くなって、あまりにも短くなって、あ、これで大丈夫ですって言われたんですよ。これで大丈夫ですって言われたんですよ。で、あ、よかったって思って、で、結局さ、私さ、もうさ、めっちゃさ書いたのにさ、ほぼ削ってさ、もうこんなの伝わらんやんとかって思ったので、ちょっとピリつき上げてさ、あ、結局なんかやっぱあの手紙も個人的に送ろうと思って、生誕祭の手紙なのにさ短い文章になったな、あ、もう無理だと思ったの。そしたら、生誕祭当日、前日にマネージャーさんから連絡が来て、で、死んでた時に、そしたら、あ、当日かな、前日か、どっちか忘れたけど、に来て、あの、内海さんすみませんみたいな、あの、まだ長かったんでこちらで訂正させてもらいましたって言われたの。みたいな、もう仕方ないじゃん、だからはいって言うしかなかったんだけど、結局マネージャーさんにどっかしら削られたっぽくって、あれからまた短くなったらしくて、で、こっちどこ削ったかわからんけんさ、なんか、不安になるじゃん、結局マネージャーさんが提出、なんか訂正したんだみたいな、で、なんかもう、と思って、もう私の手紙じゃないじゃんとか思ったんですよ。だから私もう本当に普段人の手紙、私お手紙書くの大好きで、7枚とか8枚とか平均なのね、書くの。だからもう本当に2行とかで短いってなって、あ、もうこんな気持ち伝わらんやんと思ってたのに、マネージャーさんが勝手に削れって言って削ったから、また短くなったから、もう本当にどうしようと思って、結局さ、どんな文章が本人に届くか分からないし、読まれるか分かんないから、なんかもうどうしようと思って、もう不安になったので、生誕祭見るじゃん、もうね、ほぼ削られてたのねほぼ削られてて、もうこれ私の手紙の原型残ってないやんと思ったんで、今日は特別にあの伝説の7枚分の削ってないバージョンの手紙を今から読みたいと思います。イエーイ、やばくない、イエーイ、やばくね、俺は、ねえ、もうさ、俺ってさ言った瞬間みんな爆笑したらしいね。私さ、あやぱんから LINE が来て、なんか俺って言った瞬間みんな爆笑してたって言われて、なんか、みたいな、もしかしてそれってあやぱんが男の子から手紙が来たんかなって思ったけん、みんなファンの方って笑ったんかなったら、いや違うよ、りねちゃんしかおらんのよ俺っていうのはって言われて、ちょっと笑っちゃったSNS の中で俺って言う人私しかいないらしいよいや、マジ焦ったんですよ、みんな笑った時に、やばいどうしようと思って、もしかしたらあやぱんに、なんかあやぱんに男の影がみたいな、わかる、あやぱんが手紙を届けたの俺って言われて勘違いされたらどうしようと思ったんですけど
普通に俺って言われた瞬間私って気づいたし、あやぱんはりねちゃんしかいないからじゃあ今から読みますね、あやぱんに削ってないバージョンの生誕祭の手紙。え、もう初っ端から全然違うから。だからまあどっち、まあ、クリニックとかでもいいしあれですけど、よかったら比べてください。あやぱんの生誕祭の手紙の文章と私のこの手紙の文章、よかったら比べてください。全然違うんで内容。じゃあ読みますね。オリジナル、そうオリジナルそうオリジナル。じゃあ読みますね、聞いてください。いきます。あやぱん、いや、いいよ、いい？いいよって言って、いいよって言ってくれなかったら読まない。いいよって言ってくれなきゃ読まない。ちょっとめんどくさい、あのだから。いいよって許可がないと読まない。もうマジ全然違うから。読んでほしい。いいよ。じゃあ読みますね。いきます。真剣に読むね。真剣に読むから。きます。あやぱんへ。あやぱん、ねえねえ、あやぱん、あやぱんは今どんな気持ち？嬉しい気持ち？楽しい気持ち？ドキドキな気持ち？それともピエンな気持ち？私は今結構ドキドキな気持ちです。なんせ鈴木彩香の生誕祭という大きな公演に携わることができている事実と、今お手紙を任せられた俺の気持ちはドキドキでしかないのだ。さっきまでヨーグルトを食べていたけど、ヨーグルトが胃からハローエブリワンって言って戻ってきそうなぐらいにはドキドキしてる。そんな内海りねです、わら。でもそのくらいあやぱんの生誕祭でお手紙を書くことができて嬉しいし、ドキドキしています。前置きが長くなってしまって、内容もちょっぴり長いですが、最後まで読んでくださると嬉しいです。あやぱん、改めて23歳のお誕生日おめでとう。去年の生誕祭はスタジオ公演でのお祝いをしたけど、今年は花は誰のもの公演であやぱんをお祝いすることができてとても嬉しいです。あやぱんにとって22歳はどんな年だったかな。22歳の誕生日から今年の23歳のお誕生日の今日という日までの約1年間、プライベートでもお仕事でも私はあやぱんと一緒にいることがすごく増えたなと思いました。気がつけば隣にいるし、なんなら一番いたんじゃないのかなって、かっこマウントじゃないよ、かっこ閉じ。お仕事で隣にいるときは良きライバルとして隣にいることが多くて、てんてんわら。例えばイモーステレビでの前髪女王決定戦、絶対に負けないとあやぱんは言っていたけれど、案外あやぱんの前髪は強くなくてすぐ負けてたね、わら。リネは一番最初にあやぱんに負けたけど、その時あやぱんがリネちゃんの分まで頑張るって言ってくれて、その優しさに涙が出そうでした。あやぱんは前髪を上げることをすごく嫌がっていたのに、あの日勇気を出して前髪を上げてくれて、新しい姿を私たちやカメラ越しのファンの方々に見せてくれてすごく嬉しかった。嫌な気持ちもあると思うけど、あやぱんが前髪を上げるというアイドル人生において最も歴史的な瞬間と、新しい一歩を踏み出してくれたのがすごく嬉しかった、わら。残念ながら前髪女王は1位ではなかったけど、リネ的 MVP は圧倒的あやぱんでした。あとはザ・アンツと STU48 のコラボイベント、あやぱんはサヤカリンと同じチームでリンゴパンというチームだったね。最初の頃は全然ルールが分かんなくて、どうしたらいいんだろうってリネに言ってくれたこともあったね。でも次会った時にはいっぱいゲームの勉強をしてて、めちゃくちゃ詳しくなっててびっくりしました。ライバルなのにリネにも細かく教えてくれたりしたよね。中間発表、そして最終日まで1位でやりきったね。リネはあやぱんとチームは違うし、むしろライバルなのにリネに優しく教えてくれたりして、リネちゃん聞いて、こうしたらいいってファンの方が教えてくれたのでニコニコスマイルで嬉しそうにファンの方に教えてもらったことを共有してくれるところとかも含めて、そして全国含めて
1位の結果につながったのかなと思ってます。そして全国のいろんな街でリンゴパンの広告が掲載されていてすごいなと思ったし感動しました。他にもナイームのショールームイベントだったり STU ウォーカーのイベント、ヤンマグのグラビアイベントだったり、いろんなイベントに積極的にチャレンジしたね。鈴木強化計画もいろんな企画を考えて継続しているのが本当にすごいと思います。だからお仕事の時は良きライバルとしてずっと隣にいた気がします。日々成長するかっこいいあやぱんを STU48 の活動ではたくさん見ることができました。でもその反面プライベートでは無邪気な面白赤ちゃんモードなあやぱんも見れたりしました。お仕事終わりに一緒にファミレスに行ってデザートを食べた時、オペラ歌手のような言い方でおーしゃーと両目を思いっきりつぶって、こう口の口角を思いっきり上げてニッコニコの笑顔で食レポしてくれる姿、ガチャガチャで欲しいものが出てきた時によっしゃーとガッツポーズをして叫び上げる姿、バスで隣になった時一瞬にしてスピスピモードと睡眠モードに入る姿、そんな素直な姿が全部が愛おしいですわら。でもやっぱりあやぱんはすごく真面目で、お仕事のことを常に試行錯誤して考えて自分自身の成長を自分自身成長しようと努力している子なんだなと思わさせてくれました。研究生の昇格ツアーでツアーあたりであやぱんが悩んでいた時、あやぱん大丈夫かと励ましたんです。その時あやぱんは私ってすごくネガティブに考えちゃうんだよねって素直に言ってくれたよね。でも今のあやぱんはそんなことなくて、私が励ました時にはそうだね、うん絶対そうする、マイナスに捉えてもいいことなんかないから、私は変わったのと自信を持って受け止めてくれるようになりました。そしてあやぱん本人も私は生まれ変わったんだ、昔の自分とは違うからって今でも言ってくれることが多々あります。きっとあやぱんの中で何かが変わったんだなと思います。加入して昇格して STU48 の活動期間中、月日が経ちましたが、その数ヶ月数年間であやぱん自身がお仕事を自分なりに一生懸命頑張っていて、日々努力して生まれ変わろうとしている姿、あやぱんのその姿でいろんな勇気と刺激、モチベーションや励みをたくさん私はもらうことができました。私は人と一緒にいてビジュアルの変化に気づくことはよくあるけど、心の変化に気づくことはなかなかなかったので、人が心の変化をきっかけにそれを表に出して前向きに必死に頑張っている変化を近くで見るのは初めての出来事だったので、本当に素晴らしいなって思ったし、新しい発見と驚きをエアパーに見せつけてもらうことができました。本当にありがとう。23歳、新たな1年がこれからスタートするね。ファンの方々を一番に思う姿、感謝の気持ちを忘れない姿、リネのことを素直に大好きって言ってくれる姿、親、お姉ちゃんを大切にする姿、そんなあやぱんの全部の姿が世界で一番美しいし大好きです。23歳も辛いこと、嬉しいこと、悲しいこと、ワクワク、ドキドキ、いっぱいいろんな気持ちが持ち構えているけれど、あやぱんは世界で一番可愛くて唯一無二のアイドルで面白い女なので、あやぱんはあやぱんらしく自信を持ってアイドル人生を1年間開花させる年にしてください。最後に一言、無理は禁物、健康第一、鈴木彩花ビッグラップ。長くなってごめんなさい。バイ STU48 2期宇都宮リネよりー終わりー。読み終わった、どうだった？うわーい、読み終わりましたよ。どうだった？もう超長くない？何分ぐらい撮ってた？何分ぐらい撮ってましたか？
全然内容違くない？どうだった？全然内容違うよね、正直問題さ。正直問題さ、あ、全然さ内容違うよねっていう話。公園じゃねえ、公園じゃねえよね。でも7分ぐらい、いやちょっと長いな。ちょっと長い。まあでもやっぱオリジナルどうだった？よかった？オリジナル。みんな私の語彙力舐めたらダメだよ。めっちゃ削られた。マネージャーさんが勝手に削ってくれたから、訂正してくれたおかげで話がまとまったけど、でも全然違うでしょ。お話し会のマックスくらいの時間あるやん。ほんま？マックス？でもいっぱい、でもそれぐらい大好きです、あやぱん大好きです。だからあやぱんに送って、もうあやぱんに忙しいから読めるときに読んでねって言ったの。そしたらあやぱんね、すぐ既読つけてくれて、読んでくれて、返信してくれて、もう超ラブ。みんな気になって仕方がなかったな、7枚分。でもこんな感じでした。もうなんか配信、今日久々に配信したけど、みんなこれのことしか言わないからさ、これのことっていうか、これのことしか言わないからさ、もうみんな満足しちゃって配信見なくなったりするのとかやめてね。配信見なくすなくなっちゃうとかやめてね。まだ話したいことあるから。でも私本当にあれマジで本当にあやぱんにもう本当に一番そばで見守ってきた。最近ねもう仲良くなって一番そばで見守ってきたから、もう本当にマジでもうどうしようと思ったんですけど、ちょっとあやぱんにこれなんでザ・アンツの話とか妹セリーの前髪決定戦の話をしたと思いますか？これ実はやっぱあやぱんが仕事、一番印象に残った仕事の話をするのがいいかなと思って、活躍した話がいいかなと思って、マネージャーさんに事前にあやぱんに2022年のお仕事トップ3ランキング、印象に残るお仕事、楽しかったお仕事聞いておいてくださいって聞いてもらったんですよ。で聞いてもらったので、その結果であやぱんはザ・アンツのお仕事が楽しかったとか、イモステレビの前髪超決定戦が面白かったって返信が来たんで、それを取り入れて、そう事前のアンケートを取ってもらって、私からっていうのは伏せてもらって、マネージャーさんからっていうので言ってもらって、だからあやぱんもしかしたら結局マネージャーさんから聞かれたお仕事のあれはなんか何に使われたんだろうって思われた、思ってる気がするとは思うんですけど、ちょっとこれまた言ってあげよう。あれ実は私が聞いてもらったんだって。でも結局生誕祭の手紙でイモンステレビさんの話も削られたし、ザ・アンツの話は入れたけど、もうほぼ削ったじゃない。だからもうあれ意味なかったのかなとか事前に聞いたのは、まあいいけどね。まあでもね、まあちょっとまあこんな感じでした。でも私はほんとモヤモヤしてたの、7枚分消化できてなくて、もうあちょっともう消えないでよ、リングライト漏れないじゃない。やってもらったの。おいまた消えた、おいおい消えんなよ、おいおい、なんで消えるの？また消えた！もう消えるなよ、リングライト！
ちょっと漏れないからやめて。そう。おい待って、おいちょっと待って待って、なんで消えるの、ほんまにやめて。消化できてなかったからさ、だからもう本当に消化できて、おいちょっと待って、言い食いにして。ちょ、ま、なんで消える、勝手に。で、消化できて嬉しかったです。もう待って、え、壊れた、なんか勝手に消えるんやけど、リングライト、え、なんで、ほんまやめて。だからさ、消化できてよかった。そう、今日披露してよかったです。はあ、もう寿命かも。確かにもう寿命かも。はあ、寿命、そんな感じ。おい、もう消えるのよ、やめてくれ。漏れないからライトがないと。そんな感じでした。まあでもね、本当にね、あれね、リングライト、リングライトじゃない、リングライトじゃない、手紙は楽しいですというお話。久々に手紙書いたな。でも母に書いたぶりかも、母に手紙を書いたぶりかもしれない。ねえ聞いてほしい、私本当にびっくりしたお話があるの。なんかね、一昨日朝、私クーラーつけて寝てたんですよ。で朝起きて、で朝起きて、クーラーが消えてたんですよ。で、えっと思って、まあクーラーつけようとするじゃない、そしたらなんかリモコンのスイッチは反応するんだけど、クーラーちゃん電源が消えてるんですよ。で、なんでと思って近くに行って電源ボタンを押そうとしてもつかないんです。で、クーラーから空気が出てなくて、やばい、クーラー壊れたと思って、やばいと思って携帯の充電しようと思ってスイッチ入れても携帯の充電もつかないから、で調べたんですよ、なんでと思って。そしたらなんかブレーカーが落ちてる可能性があるみたいなのが Google で検索したら出てきて、でやばっと思ってブレーカー見に行こうと思って、え待ってみたいな、天気もいいしブレーカー落ちることなくないと思って、えって思ってみたら電気止まってたんです。やばくない、電気止まってたので、で笑いが止まらなくて、でなちょっとポスト見に行ったんですよ。そしたらなんか私の家の、なんかみんなの家ってさ、電気ってさクレカの支払いとかでしてる、それとも手紙とかで届くパターンの支払いの仕方してる、それとも勝手に決算銀行から引き落としにしてる。なんかね、私ね8月の電気代払ったんですよ。で8月の電気代払ったんです、確実に。で電気止まってて、えっと思って見てみたら、なんかなぜか私の家ってはがきっていうか、手紙が届いてから支払いするパターンのやつなんですよ。だから銀行引き落としじゃなくて、銀行で引き落とされないから自分でポストで届いたらそれを取りに行ってコンビニで払うみたいな感じなんですよ。だから普通に払ってたんですけど、なんでって思ったんですよ。私8月払ったし7月も払ったしみたいな。そしたらなんか5月の分が払えて残ったらしくって、えって思って、でなんでだろうと思ってよく考えたら、私ポストパンパンにしてたんですよ。そう、請求書あるポストパンパンにしてて、でポストの整理をした時に多分捨ててたんですよ、電気代のあれを。だから気づかずに払ってなくて、やばーと思って、
って急いでポスト見に行ったら、なんかあの届いてる手紙が5月分の支払いができてませんみたいな、現在何月分と何月分の支払いはできてますけど5月分の支払いできてませんって書いてあって、5月以外はちゃんと来たんですよ。でやばいと思って、で支払いしようと思って見たら、その支払いのなんかその日が今日だったらしくって、昨日か前日だったらしくって、だから契約が切れてたんです、ちょうど。だから気づかずに、で死んでて、私ちょうど体調不良の時と重なってて、あの家から出るなって言われたんですよ、病院の先生に。もう自宅待機しとけって言われて1週間ぐらい自宅待機してたんですよ。だからちょうど入れ違いで届いてて手紙が、もうやばいと思って急いでもう電話して支払いに行きました。もうほんとびっくり、マジで本当にショックでした。まあでもその数分後にすぐ支払いしたので、週に行ったので、届いたんで、電気通ったんですけど、もう本当にびっくりした。でもガスは銀行引き落としにしてるからいいんですけど、電気が銀行引き落としじゃなくて、なんでと思ったら、もうポストの中パンパンすぎて、5月部屋掃除するって、部屋掃除した時に多分捨ててたんだと思います。もうほんと笑い止まらない。で私クレカ持ってないんですよ、クレカ持ってないからクレカ支払いとかになってなくて、もうほんとびっくりした、笑っちゃったよね。でもリネちゃん推しさんも結構電気止まった人多いでしょ。私はすぐ支払ったけど、だからさ、みんな推しににいるかもみんな推しにいたね。うん、リネちゃん推しさんもなんかリネちゃんのこと、リネちゃんのことが好きすぎて電気止まっちゃうと電気止まっちゃったって言われた。お揃いだね、ピースピース。そんなことがありましたね。姉ちゃん大型だから仕方ないでしょ。なんで私大型っていうこと知ってるの、天才じゃん。私が大型なの知ってるの、すごい知ってた、私が大型っていうこと。なんで知ったの、まだ言ったことあるか。でも自分の血液型知ってくれてる人なかなかいないから、好きかも、なんか優しい、ちゃんと覚えててくれてんだ私のこと、優しい、私が何型だって覚えててくれて優しいね。そうなの、マジで、そうマジでちょうど入れ違いだった、マジで自宅待機してくれて1週間見れなかったからごめんなさいごめんなさい。ウェポンが話してた、え、ちょうど今話してたってこと体調大丈夫、え、大丈夫だよ、ありがとう、嬉しい。まあ若干鼻声でなんかなんか痰が絡むけど、でもめっちゃ元気。ルーム情報に大型って書いてた、マジ知らなかったなんで知ってるの、あ、プロフィールに載ってるか。またガス止まって真冬に水風呂入ってた、水風呂はやべえ、風邪ひいちゃうよ。まあいっか、私があったかくしちゃうからマジでやば、大変だったな。もしみんな、もし電気が止まったりガスが止まったりしたら私に連絡してください。そしたら私があなたの心を温めてあげるし、あなたの心を明るく照らしてあげるからいつでも言ってね。いつでも言ってね。
明るく照らしてあげるからさ。うちは給油機が壊れて43度のお湯しか出ません。あちいぜ。え ?43 度って熱いの？え、でも私の家の温度設定多分42度とかなんじゃない？家の実家の多分分からん。え、熱いんかな。え、でもだからそんな熱いって分からなかった。熱いの大好きそうなん？え、私もしかしたら違うかも。30何度かもしれない、分かんないんですよね。でも40何度って気がする。暑いんだ。でもさ、冷たいより暑い方が良くない？警察沼にハマ、警察沼にハマったら電気が止まるかもしれないのか。うん、かもねかもね。知らない。来てみて、じゃあ来てみて。でも私と同居したら電気止まらないよ。二人いるから支払える人が姉ちゃんのお話し会買いすぎたか、わかんない。でもまあ電気とかガスとかも止まるけど、まあでもその分あのいっぱい会いに来てくれてるから、あのリネの思い出メモリーも増えたし、あの濃いあの時間もねできましたよ。でもやっぱり皆さんの生活もあるので、みんなも生活があるからね、無理して濃いとは言えないの、こちら側も。それでね、あの体調不良とかになったら困るから。でも私に会いに来たらパワーを出力できるから、あの元気になるかもよっていうの嘘で、めっちゃ元気になるらしい。まず私のファンにな、ファンの方になってくれた時点でもう極上人生邪魔すから、正直問題こんばんは、こんばんは富山県民、暑いのが好きかもしれん。姉ちゃんこんばんは。冬の温度設定、あ、そうなん？冬の温度設定福岡って書いてあるけどさ、福岡行くよ。そういえば福岡行くよ、お話し会で待ってるね嘘福岡行くよ。デフォルト37度です。ぬるま、ぬるい人生です。すみません、あぬるい人生ぬるい人生ぬるい人生やば、おもろ、言葉選びおもろ、ぬるい人生やばいいんだよぬるくて。もうね、もうね、みんな今の日本はやべえから、今の日本はもうやべえからさ、正直問題ぬるい人生でいいんだよ。残業とかもほんとみんなお仕事ね大変だと思うんだけどね、この残業が当たり前のこの国がおかしいから、仕事でさいつも辛い思いしてると思うから、自分の私生活ぐらいぬるくてもいいんだよ。増税とかしてさ、ぬるくなってない、ぬるくなれないけど、もう本当にすごいよみんな、ちゃんと生きてて本当素晴らしいぞ。マスリネさんも大先生、え、もしかしてクリマンですか？クリマンだったら仲良くなれそうなんだけど、普通にかっこ笑いリネさんも大先生って呼んでください。もし総理大臣になったらどんな公約をかけますか？え、待って、
高木って、まあ、総理大臣になったらどんな公約を掲げますかって、ねえ何が嬉しいかというと、括弧のところに振り仮名をちゃんと書いてくれてるところが嬉しいざます。私が漢字読めないってめっちゃ優しいじゃん。なえマジで優しい。私が漢字読めないこと知っててさ、絶対掲げるなんか読めないからさ、めっちゃ優しいんだけどね、初見さんに見抜かれてる、めっちゃ嬉しい。もうめっちゃ私の気持ち、私のこと知ってるよ、嬉しい。優しい、はいね、優しい。総理大臣になったらなんかまずその増税する理由を述べます。なんか増税するならなるべく増税したくないけど、あの増税をあのする理由をさ、納得する理由をさ述べなきゃ意味がないと思うから、増税する理由を言います。であとはもう手取り12万とか手取り15万とかで頑張ってる人は15万とかで頑張ってる人をあのもう残業なしにしてあげる。残業なし、残業ありで手取り15万とか頑張ってる人が普通にいるから、14万とか12万とかで残業ありで、残業を頑張っても12万とかとか、なんかそういう人もいるから、残業をさせたくないけど残業してる人がいたら、もう残業のその分その倍のお金をあげる。でも私があのもしあの総理大臣になったらハッピーな国にはなると思うけど、私は本当に計算ができないのであの良くないと思う。ハッピーな国にはしたいね。なんか本当に日本ってお仕事にとらわれすぎて、サラリーマンの人とかみたいな目になってるし、あのショッピングモールとかの受付カウンターの女性とかも AI のように目が死んでて、はいはいみたいな感じになってて、もうほんと頭いかれてるから、もうみんなお仕事で追い詰められて、だからもう労働に特化した、特化いい労皆さんの心に寄り添える労働の仕方になるように、労働基準になるような特化したあの国にしたいですね。もう本当に労働人生頑張っててすごいよ。なんかでも人それぞれ趣味とかあると思うんですよ。なんかファッション、お洋服が好きとか、お洋服が好きとかさ、ゴルフが好きとか、スポーツ観戦が好きとか、アニメが好きとか、漫画が好きとか、食べ物食べるのが生きがいとか、旅行行くのが生きがいとかってあるかもしれないけど、その趣味の中で一番お金がかかるのって割とオタ活だなと思ってて、だからあの本当に皆さん生活がある中であのね、カツカツの人もいるだろうし、あの本当おたかつね、ありがとね、応援してくれて私のことめっちゃ嬉しいです本当。なんか本当にね、あの交通費とかもね超高いのにね、遠征してきてくれたりとかねしてね、あの本当にあの私は演者側だからあれなん、なんか本当に来てねとしか言えないんですけど、まあ来てほしいけどね。でも本当になんかどこでもいる人、どこでもいる人っていうか、もう毎回来てくれるみたいな人とかもそうだし、それ以外の方とかも学生とかなのにアルバイトしてその大切なお金で CD を買ってくださったりとかさ、もうみんな自分の生活があるのに
自分に使えるお金があるのにそれでおたかつとかに回してくれてるわけで、もう本当にありがとうね。だから本当にマジ大変。おいリングライト切るなよ、こんな真剣な話してるのに。だから本当にありがとうっていうお話。高級な趣味高級な趣味でもね、なんかね月曜から夜更かしだったかなかなんかで、違う、朝ニュース番組かなんかの特集で、なんかもう本当にお金を落としてるランキング1位の趣味がオタ活らしいよ。やばいよね、限度がないもんね正直。だってイベントの詳細が出されたらもう永遠とさ休みっぱなしじゃないじゃなくて、もうオタ活もね、なんか本当にもうモチベがなくてとか、もうなんかもう、あもう普通にファンやめますとか、なんかそういうんだったらキリがつくけど、キリがつくけどさ、なんかキリがつくけどさ、なんかわかる、もうモチベーションあって、もう本当にもう推しのこと大好きでみたいな感じだったらさ、もう永遠とさ詳細が出されたらあれもこれもあれもこれもってなっちゃうじゃんね。グッズとかも出されて、グッズ可愛かったらあれだしみたいな、もう本当にそれオタ活が一番この世に貢献するわなと思いました。 CD 値上がり、え確かに CD 値上がりは結構あれかも。でもその分なんかお話し会のシステムが変わったっぽいけど、 CD 値上がりってね結構きついよね。だってその分さ、今までさ、そのなんて言うんだろう、今までこれぐらいのこれぐらいは買うって決めてたっていう人とかでもさ、あの値上がりを通してさ、もうなんかね、わかる、値上がりを通しても買えなくなっちゃうって人もいるだろうし、その分払わなきゃいけないからね値上がりがだよね。マルフクハートありがとう。はやとこんばんは、こんばんは。クリーマンザマス、えやばい、クリーマンクリーマンザマスか、嬉しいやばい、仲良くなれないわけがない。1枚につき1秒くらい伸ばしてくれないかな。いやほんまそれな、ほんまそれなんか欲しいよね、なんかさ、例えばなんて言うんだろう、例えば CD3 枚買ったら必ずプラス10秒ついてきますみたいな保証が欲しい。保証ってか分かる、プラスアルファが欲しくない。例えば CD3 枚じゃなくても CD5 枚を5枚を買ったらプラス何秒必ずついてきますよっていうものが欲しいですよね。15枚だ、10枚だったら10枚だけじゃなくてプラス何秒みたいなの欲しいよね。そしたらさ、まださ、あなんかもう、わかる、なんか、あなんかいいかもってなるかも、話せるんだったらって。みえちゃんのグッズ漏れているから全部欲しい。えー涙出ちゃう、超優しいじゃん、大好きざます、嬉しい、本当に嬉しすぎる、優しい。あのグッズのねオフショットをね載せてなかったので載せますね。文学女子、そう今月は文学女子のグッズが出たので載せます。漏れてるから載せちゃう。パジャマのオフショットも載せてないし、もうオフショットいっぱい溜まってるから載せちゃうねいっぱいのあるから載せちゃうね。ちょっとギフト、やすさん、きのこありがとう。ビントロさん、音符ありがとうありがとう。ハイボールもかわいい、ありがとう。かわいい、かわいい、かわいい、かわいすぎだよかわいすぎだよ、かわいい、かわいい止まらないよ、なんなくて私のものよ、君を独り占め、かわいい。ゆいち、だるまありがとう。
ナミーさんも小判ありがとう。ピノキノコも、なんだこれ、これなんの、なんかろうそくみたいな、ありがとう。せいちゃんもきのこありがとう。え、きのこ嬉しい、きのこ大好きおいしい、しめじ好き。広島レモンラブレター、ありがとう。ラブレター、嬉しい、ラブレターなんかくれるんだ。じゃあ私もラブレター書いちゃおう。えいひろさんもきのこありがとう。きのこ、あやぱんのお宅なのね。あやぱ違う、あやぱみんで違う、あやぱんのお宅じゃないか。お姉さんも拍手ありがとうありがとう。りょうともグッドありがとう。ゆういちもハートありがとう。どんちゃんもかっこいいありがとう。さとくんも拍手ありがとう。はるるんもいいねありがとう。あ、もう読んでるやつだったまあいっか、ありがとう。生ハゲもだるまありがとう。なんかさ、あのだるま、だるまじゃないわ、あのさ、なんかさ、値上げするんだったらこういう理由で値上げしますっていうのを教えてくれてほしくない？なんか勝手にしれっと値上げするのやめてほしいよねあの本当に勝手にしれっと値上げしてるやんみたいな、詳細見たら、うん、でこういう理由でこういうことがあったんで値上げしますっていうのを教えてほしい。そしたらまあ納得いくかいかんかは別として、まだあの良心的じゃない、なんか教えてくれよって感じやな。そう、勝手にしれっと値上げしてるからさ、1000円だったりさ1500円になったりしたら、えみたいな、何の500円みたいな、でいざさ手に取ってみたらさ全然変わってないやんみたいな、あるじゃん。なんで値上げしてるかね、教えてほしいよね。りんちゃんパネル申し込みました18日まで。え、嬉しい。ちょうどね明日告知しようと思ってて、あのパネルめっちゃ漏れてるからぜひ手に取ってください。マジであのもうめちゃくちゃ漏れてるからさぜひ。生ハゲもきのこありがとう、だるまもありがとうね、嬉しい。りんちゃんもに会いたいランドえ、ぜひ待ってるよ、もうほんと本当に待ってるから。過去 K-POP、 そう、便乗値上げとかもあるよね、なんかとりあえず値上げしてるから。もうこの国は増税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 、もう許すわけがないよ、本当に値上げ許すわけがない。クリマンだけするタイムにしてください、本当それなこの国は増税増税許すわけがないよ。この町大嫌いサムス、新宿遊園新宿私たちはもう LP と違ってノーマリー縄文人たちと違ってクリーマンなんだからすいません、 LP だけでいいんだよ増税はね、便乗っぽいよね、わかんないけど、まあでも理由を教えてほしいですね。今ちょうど今ちょうどあのオンライン話し会と、オンライン話し会と直接会ってお話しできるお話し会とツーショット撮影会の詳細が出まして、もう行事受付まで迫ってるんですよ。皆さんぜひ、もう今日受付してるんで、ぜひよかったら会いに来てください。もう全国飛び回っちゃうよ。幕張も行くし、東京も行くし、大阪も行くし、福岡も行くし、広島も行くし、まあ NOW なんだけど、 NOW なんだけど嬉しい。東京2回も行っちゃう。で詳細はあのここの X、ここに X があると思うんですけど、この X 飛んでいただけると私のところに載ってますんで、ぜひ待ってます、皆さんぜひ待ってます。でおすすめ日、もうどこにしようみたいな、もうりねちゃんと会いたいけどどんな服着るのかなと思ってる方、もうその日着る服とかも決まってて書いてあるので、ぜひ見てもお願いします。
みちゃんの写メ会はラブ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 になれる？え、なんか聞いてほしい。そのラブラブになれるっていうお話の返答としてちょっと話題を出したいんですけど、なんかね、私ってねディアコ製造機らしい。やばくない？ガチ恋製造機らしいよ。どうしよう、初めて聞いた。なんか今回のシングルじゃなくて今10万円ですか、その前回のシングルで、あのファンの方がなんかリネちゃんって割とガチ恋製造機じゃんみたいなこと言われて、えみたいな、なんかそういう感じじゃんって言われて、えみたいな、なんか私無意識にそういう営業してたのみたいな。わかる、なんかそういう、わかる、なんかそういう営業って言い方ですけど、私マジ意識してなくてさ、なんかもう素がなんかもうそんな感じなのかもしれない。だからもし気になる方はぜひ待ってます。なんか私営業としてやってるわけじゃなくて本当に素で話してたの、作ってないから。だから内海りね自体がなんかそういうなんか結構ドキドキな女なのかも、説が出てきたのでも私は素直に思ってることを言ってるだけだから、素直に思わさせてくれるそのファンの方のおかげなんだけど、なんか本当にそういう感じらしい。でもなんかね、りねちゃんって本当にフレンドリーで話しやすいみたいな人とかもいるし、なんかもうドキドキしちゃう、やばいみたいな人もいるし、でも一回警察で来たら本当に結構何回も来てくださる方が多いので、そんな感じなんだと思いますそんな感じなんだと思います。まあ待ってますわ、警察でもいいよ、警察でもいいよ、本当に警察でもいいよ。ってか警察が多い、なんかメインの推しちゃんとみんな推しはいるけど、なんか二推しとかにされやすい、されやすいっていうか、わかる、なんか警察で行こうみたいな。でもね、あんな嬉しかったのが、なんかエゴさせたら警察で行くならリネちゃんかなとかって書いてあって嬉しかったの。なんかやっぱ私っておもろいらしいわ、私の話か言って。なんか初めて行く方、なんか多分その方は初めてST のお話が行く方みたいな感じで、なんか誰行ったらいいですかみたいな、初めてなんですみたいなツイートしてて、それに内海りねの名前が入ってたの。初めてだったらりねちゃんとかはもう話題を振ってくれるし、自分から話さなくても楽しいみたいな、もうめっちゃ嬉しくて、もうみんなそういうことらしいので、ぜひぜひ待ってます、ぜひ待ってますけど、うん、ぜひ待ってるんだけど、うん待ってます、ぜひ嬉しいですね、本当に嬉しい。まあでも話すの大好きなんで、話すの大好きなんで、大好きなんです待ってるよ待ってるよー合唱ハリーハートありがとう、イエーイ、ありがとうハート、ダンちゃんもハートありがとう。嬉しいでも私なんか本当に皆さんに幸せを届けるような、なんか楽しいのはもちろんなんだけど、ちゃんとオーラをね与えることができるんですよ、魂を。マルックバラありがとう、バラテンションも、はい、そうテンションも高いしね、ナイス、ウィンクの練習してるんです、ちゃんとツーショットまでにいろんな表情ができるようにウィンクのものを練習してるの、ツーショット盛りたいからさ、ちょっと盛りたいから
ゆでと盛りたいから。こんばんは。こんばんは。みえちゃん連から出てくる人みんな笑顔。確かに。もう超ニコニコちゃん、ニコニコハッピースマイルになってる気がする。俺経験してからたまに事故る。連単は楽かな。嬉しい。楽かなって嬉しい。何それ楽って。じゃあ重くしてあげようか。重くしてあげようか。じゃあごめんなさい。一番話しやすくて楽しいけど何喋ったか忘れる。それちゃんとドキドキしてる証拠でしょ。なんかね、人間ってね、本当に緊張してる時とかめちゃくちゃ幸せの時って忘れるらしいんですよ、話す内容。だからそれちゃんと私と話してドキドキしてる証拠じゃない？私と話してドキドキしてる証拠じゃない？それ感じてるんじゃないの？ゆうとハートありがとう、ありがとう。かわいいかわいいかわいいすぎだよ。明日聞いてください。どんなお仕事かは言えないけど、明日久々にまひなさんとのお仕事、まひなさんとのお仕事がある。なんかさ、お話からのやつでさ、なんか画像作ってくれてる人がいるからさ、画像載せますね。嬉しい、みんな画像作ってくれて。明日載せるわ。お話し会の宣伝の画像に使いたいから、りねちゃんの画像作ってくれたら使えますね。そう、明日まひさんと。もうタンだるいよ。タンうざい、やだ。まひなさんとのお仕事があるので。タンやだ、もうやだ。谷口まひなさん、ねむねむにゃんこツイートしよう。ねむねむにゃんこツイートしよう。君を独り占め、かわいい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 、かわいいすぎる。ツイートした、ツイートしました、ツイートもしましたよ。ツイートもしましたよ。ついいちゃしましたね。ついとしたよ。ねむねむにゃんこしたよ。今したよ。配信した。後で見ちゃおう。配信終わったら見ちゃおう。じゃあ、お久しぶり。そう、久々だよ。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 ただいま。ただいまからの森。
お話し会の宣伝画像をね作ってくださってる方がいるから載せます。明日嬉しい宣伝画像作ってくれてありがとう。明日載せちゃう。明日の告知用に。スミとペンライトありがとう。ペンペンペン、お前のこと好き、いいね押しといてありがとう。じゃあ30分になったら配信終わりますね。30分になったら配信終わります。明日も配信しよっかな。明日お仕事なのでメイクもしてるし配信します。明日も よければ私のインスタグラムとツイッター X かっこ9ツイッターの私さ X かっこ9ツイッターっていう表記大好き大好きすぎる。あれめっちゃめちゃX かっこ9ツイッター、もうあの表記大好きなんだけど、めっちゃくないあれ、あれマジで大好き。もしよかったらフォローお願いしますフォローお願いします。 X かっこ9ツイッターの、そしたらフォローしてください。ぜひもしよければ。で今ただいまオンラインお話し会とリアルお話し会とツーショット会の詳細が出たので X に載ってるのをぜひ見てください。インスタのストーリーにも載せてます。イーロンマスクを許すな。え、なんかさサークルってまだ使えてるのみんな。私サークル使ったことないんだけどさなんかサークルとかでツイートポストしてくれる方がいるからいるけど、ルー割となんかサークルなくなるって言っちゃったのにサークル使えてるやんとかと思っちゃう。使えてる？ダンちゃんハートありがとう、ありがとう。ゆうとくんもかわいい、ありがとう、かわいいありがとう。でも STU サークル禁止とかじゃないかな。サークル使ったことねえな。天才ツイッターではなくなってしまった。なんて言えばいいんや。え、でもえ、今さ、それ考えてるって言われてるよね。エクラーとかはどう天才エクラーとかはどうかな。なんか X だったから、そのポストっていう名前が出る前に、ツイートみたいな、つぶやくことを、エクルって略してる方がいたんですけど、でもポストってなってじゃん、だから天才ポスト、ポスター、天才ポスターってからどうかなでも私今までさ天才ツイッターなって言ってたからさ、結局どうなったんだろうあれね東京オリンピックを許さね、結局どうなったんだろうあれ。火を消せ火を消せちょ、今何やったの。姉ちゃんあんな方どうなったんだろうね結局。ツーショットでしてほしいポーズとかみんなどんなポーズ指定してくるんだろうって思うと楽しみすぎる。みんなどんなポーズ指定するつもり？みんなどんなツーショットでポーズ指定してくれるの？何でもするけど私何でもしちゃうよ。
ブリッジもしちゃうよ私だから。変顔も全力でしちゃうよ。もう顔をして何でもしてください。決めてっていう選択肢も全然いいよ、何でもしちゃうよ。もう何でもしちゃうから任せなさい。じゃあ28分なので壇上読んでおしまいにします。じゃあ13位から読んでいきます。13位、ナマハゲありがとう。12位、ロボリンありがとう。11位、ジャーキーさんありがとう。10位、ゆういちありがとう。9位、ゆうとくんありがとう。8位、すーさんありがとう。7位、としきありがとう。6位、草刈りきさんありがとう。5位、ロコポコ Thank you。 4位、ヨシタクありがとう。3位、ナミーさんありがとう。2位、ハルルンありがとう。そして1位がルルッパン佐藤くんです。ありがとうございました。ありがとう、サンキュー、サンキュー。じゃあ30分になったら配信終わります。明日も配信しますわ。明日はもっと早い時間にするかも。明日はもっと早い時間にするかもです。早い時間にするかも、早い時間にします、するようにする。ではまた明日ね、さようなら。さようならってなんか寂しい感じで、ありがとう来てくれて。じゃあね、またね。私の X と Instagram のフォローもお願いします。ではさようなら。お話し会の受付もしてるから待ってるね。ではさようなら。じゃあね、バイビー、いい夢見ろよって言おうと思ったけど、まだ30分じゃん、だから切らない。31分やったら切ろう。30分で私ね。またね。じゃあね。うわー、またね。じゃあね、さようなら。じゃあバイバイ。31分だから切っちゃうよ。